後輪駆動ベースの縦方向前置きエンジン4輪駆動配置の模式図前輪駆動ベースの縦方向前置きエンジン4輪駆動配置の模式図前輪駆動ベースの横方向前置きエンジン4輪駆動配置の模式図自動車設計において前置きエンジン4輪駆動配置は自動車のレイアウトの一つである車両の前方に内燃機関を置き4輪すべてを駆動するこの配置は 典型的には多くの路面上でのより良い制御のために選ばれ、ラリー競技やオフロード運転の重要な部分である。フロント、エンジン、フォーホイール、ドライブレイアウトより F4 と略称される。多くの4輪駆動配置はエンジン前置きであり、それ以前の前置きエンジン、後輪駆動設計、または前置きエンジン、前輪駆動設計から派生した。1903年生。 スパイカー 60HP が F4 駆動配置で作られた初めての車であった。この配置はオフロード用ピックアップトラックや SUV のために選択される駆動系でもある。この配置によってこれらの車両は過失あるいは客室を犠牲にすることなくトラクションを得ることができる。パートタイム4輪駆動車はトランスファーケースを持ちセンターデファレンシャルギアを持たないことが多い。 これは 4WD モードで前輪と後輪の車軸の速さに差をつけられないことを意味する。通常の路上走行では、これらの車両は 2WD モードへ移行し、トランスファーケースへの損傷を防ぐ。一方、フルタイム4輪駆動系は何らかのセンターデフなしで済ませることはできない。ありがとうございます。